もともとは善意と遊び心から始まりました何人かの男性と少年が大雨のあと排水溝に詰まったものを取り除こうとしていますが9歳の少年とおじさんが詰まったものに飛び乗ると2人は突然吸い込まれてしまいおばさんが叫び声を上げています この様子はすべて別の親戚が撮影していました。他の男性がなんとか川から這い上がる一方、そこに居合わせた人は川下の方を見ると、突然笑いながら怪我もない様子で排水溝から6メートル流された後二2人が姿を現しました。これはブラジル南部のリオグランデ・ドスル州で起きた出来事です。家族がこの動画をネットに投稿し、ブラジルで大きな話題を呼びました。